夕張鉄道線は、夕張鉄道が運行していた、鉄道路線である。北海道石狩市長管内江別市の函館本線、のっぽろ駅から、空地市長管内夕張郡栗山町の室蘭本線栗山駅、同市長管内夕張市の夕張線鹿の谷駅を、経て、同市の夕張本町駅までを結んでいた。1975年に全線が廃止された。 夕張鉄道線は北端夕張炭鉱の事業用資材や石炭を運搬する目的で北海道炭鉱機線によって設立された夕張鉄道によって1926年に開業し1930年にはのっぽろから新夕張間の全線が開通した夕張炭殿の内和かな変築や新夕張炭山では明治30年代より石狩石炭が 炭鉱開発を行い、明治42年には、熊野沢から鹿の谷、若名変換で、専用鉄道の使用を開始した。北端夕張炭鉱やその周辺炭鉱で、産出される石炭は、国鉄夕張線により、室蘭、小樽方面に輸送し、逆に炭鉱へは、ユニ村川端地区で採取した、鉱内重点用火山灰を、夕張線、川端駅に接続する。 川端線用鉄道と国鉄夕張線により運び込んでおり、夕張線による輸送は、飽和状態となっていた。1920年に石狩石炭を吸収した北海道炭鉱喫線は、石炭増産に際して自社による石炭と火山灰の輸送を目論み、夕張鉄道を設立、栗山から新夕張間 16M と、次立、川端火山廃彩出地間 6M の、 鉄道不設免許を取得した。このうち栗山から新遊張間の本線を1926年に開業し、旅客、貨物輸送を開始した。続いて、1927年には、札幌、小樽方面への石炭輸送の短絡路として、江別栗山間 12M28C の鉄道免許を取得したが、滅む村内の通貨予定地の地質が軟弱な。 デ炭地で線路敷設が困難であることを理由に国鉄接続駅を江別駅からのっぽろ駅に変更の上1930年にのっぽろ栗山間を開業した。なお、次立川端間の火山灰輸送線は川端採取地の閉鎖と次立駅南方の新たな火山灰採取地への北端ぎ立専用鉄道建設により有鉄としては企業放棄。 した。夕張鉄道は、開業区間ののっぽろ夕張本町間以外にも、いくつかの鉄道敷設計画があった。1935年には、上江別江別間及び、上江別石狩間の鉄道敷設免許を申請したが、10km 以上にわたって、石狩川堤防上に線路を敷設するという計画に、対して、河川を管轄する。 北海道庁土木部下公開より多くの紹介を受け、1939年には、上江別大岸、東別太志志の路番マグロ石狩を結ぶ 31.0km と、上江別江別間 1.6km に計画を変更した。これについても石狩港地区設計画の具体化まで保留するのが妥当との北海道庁の判断により、1943年に、 申請書類を差し戻された。また、平和港の石炭増産に伴って、鹿の谷駅を経由しない、室蘭方面への短絡線として、北丹平和港専用鉄道を吸収して、専用鉄道終点と、国鉄清水拓駅とを結ぶ平和、清水拓間 4.6km の鉄道敷設免許を1940年に取得した。こちらは、平和港の出誕料が、 当初の計画通りに増えなかったことから、進展のないまま工事志向認可延長を繰り返し、1956年に免許執行している。その他、1958年、東急の北海道進出に際して、札幌上与別間2 0 5トルの地方鉄道で、上山系鉄道及び、夕張鉄道と一体化して運行し、将来は、上山系鉄道及び、 夕張鉄道を合併する札幌急行鉄道の構想も浮上し、1958年3月3日には免許申請を行ったが、結局実現はしなかった。夕張鉄道には多くの北端専用鉄道が接続しており、北端継立専用鉄道や夕張港専用鉄道に直通する火山場輸送貨車を北端より借り入れ、 火山灰輸送終了後も車線内石炭輸送に使用した。また、夕張高専用鉄道や角田高専用鉄道、前ジ高専用鉄道などに客車を貸し出し、行員や家族の輸送に使用した。北端ではこれらの専用鉄道を電化して、電車を走らせるべく、夕張高専用鉄道は1948年7月、角田高専用鉄道は、 同年10月に工事方法を変更認可申請し、旭川市街軌道より、夕張公用に28と29、角田公用に3と20をそれぞれ購入したが、資金難により夕張公専用鉄道の電化は頓挫、角田公専用鉄道のみが電化され、公員、家族輸送に電車が使用された。従前。 夕張鉄道線の夕張市内で使用する目的で、旭川市街軌道の電車を購入した旨の記述が見られるが事実かどうかは不明である。夕張鉄道は、石炭輸送だけでなく旅客サービスにも力を入れ、1952年に、軌道車を導入。さらに翌年には、国施鉄通じて、北海道発の液体式軌道車が導入されて、スピードアップが図られた。また、 1961年には、国鉄の純急夕張に対抗して、急行列車が運行された。西木沢駅は1927年にはすでに、有料館が後にくらいするをもって、単勝のため、下車を希望する旅客多数として、信号所から駅に昇格し、西木沢遊園地が開設されて、夕張随一の行落地として賑わった。一方、 鉄道の培養路線として、夕張鉄道のバス路線が1952年、夕張、栗山間で、運行開し、その後上江別、札幌大通館を開業、鉄道バスの複合輸送により、札幌乗り入れを形ながら実現した。昭和30年代半ばに、輸送のピークを迎えたが、バス路線の発達や、マイカーの普及により旅客輸送が減少したため、 夕張バスを吸収して、経営の効率化を図るとともに、夕張市内の旅客輸送を、順次バスに置き換えた。昭和40年代に入ると、石炭産業の車用化により貨物輸送が減り始め、1971年に、鹿の谷夕張本町間の運輸営業と、栗山鹿の谷間の旅客輸送を廃止した。だが、翌1972年には新夕張炭鉱が、 閉山して主力は、北端平は孔のみとなり、1974年に、のっぽろ栗山間の旅客輸送を休し、貨物船業となった前線を、輸送合理化のため、北海道炭鉱期船に譲渡した。1975年3月末の北端平は、高の閉山により、ついに名脈つき、前線が廃止されるに至った。このうちのおっぽろ、北海高期前艦は、 北海港機専用線鹿の谷から、若名間は、火星工業所専用鉄道となり、有鉄廃止後も使用された。鹿の谷ゆるばり本町間廃止直前建設中の、第三水道、機関車は、大正号。1925年頃開業当時の、若名辺古線教育11系、1926年、開業当初の鹿の谷駅構内。 1930年金、沢のスイッチバックと、遊園地、夕張市へはがき、1955年上、江別駅でのバス連絡、1956年、夕張本町駅にて、1970年頃若名の、火星工業所専用線で運用される12号機、1972年石炭の、 歴史村 SL 館に保存されている14号機、岡山臨港鉄道廃線後に、岡山県三正市で保存されていた頃の、元夕張鉄道キハ252、キハ253全駅北海道に所在。接続路線の事業者名、路線名は当線廃線当時のもの。接続専用鉄道、専用線は当設3床、当節三照。 1968年4月時点での列車運行状況入れ替え及び小列車用の機関車本線列車用の機関車上機動車上機動車は一形式一両が在籍したディーゼル動車旅客列車の機動車化を目的に1952年以降導入され、キハ200型は戦後の北海道内では初の本格的な大型機動車として、またキハ250型は 北海道発の液体式起動車として、それぞれ線弁をつけた存在である。元北海道炭鉱鉄道の小型木造客車、いずれも路線開業にあたり、1925年に鉄道省から譲り受けしたもので、大枠まで木製のオープンデッキ付け、ストーブ暖房、アメリカのハーランホーリングウース製の木鉄号作りの台車という仕様であった。 夕張鉄道では1926年に連結機位置の変更、空気ブレーキ化改造などを実施、1931年に大枠、連結機、昇降台、雨といなど、1936年には出入口の踏み段をそれぞれ改修するなどして使用された。また、手ブレーキは残っていたものの形式名から、負が外されている。 元上中鉄道の大型木造客車1939年に、コハ11、12の代替などのために、神中鉄道から譲り受けした木造二軸客車で、いずれも、神中鉄道が開業時の1925年、1926年に、記者会社東京支店で製造したもので、オープンデッキ、ダブルルーフ、クロスシート、便所なしであった。夕張鉄道では、当期は、 クロスシートを1ボックス外して、ストーブを設置した。通常型木造、ボギー客車反抗性ボギー客車事業用客車北端仮入れ車路線、廃止直後から、のっぽろ駅栗山駅間の沿線で、復活運動が起こり、南ポロ町に準備室が設置された。当初は、地方鉄道法による復活を想定していたが、後に、軌道法による復活に改められ、 受け皿として名乗りを上げた企業が SL 列車の運行を提案するなど具体性もあった。このため沿線では北海道炭鉱機線に対し当面線路などの撤去などを行わないよう申し入れていた。しかし1980年頃受け皿となる企業が進出を断念し復活はならなかった。その後残されていた鉄道施設の撤去が始まり 準備室も廃止された。南っ路町100年史にこのことが詳細にまとめられている。北海高期前駅跡近くに設置された夕張鉄道を忍ぶ記念碑を訪れる人も少ない西木沢のスイッチバック跡のっぽろ栗山、夕張間の延長5 3 2トルを結んでいた夕張鉄道の痕跡は沿線の随所に残っている。起点ののっぽろは 札幌都市圏として発展が著しく、駅舎も高架化され、夕張鉄道が乗り入れていた、当時の面影はなくなった。夕張からの機関車が休息した、のっぽろ中白所跡にはマンションが建ち、札幌台通への連絡バスが発着した、北海高既前駅跡にも、娯楽遊戯店が建設されている。しかし、栗山までの廃線跡のかなりの部分は、 空地南部広域農道として整備されており、それなりに痕跡を残している。北海高気敷地に隣接した、キララ街道の歩道には、夕張鉄道の記念碑として、江別市により腕儀式信号機が設置され、南っぽ町の万水駅跡にも、同鉄道を偲ぶ標柱が設置されている。南っ駅跡には、南っビューロー、南っ町保健福祉センターアイクル等が整備。 されているが街路に斜めに建てられた農業倉庫が王子を忍ばせ、駅跡を示す標柱が南ポロ町により設置されている。南ポロ駅を出て、道道へには栗山線と交差する直前に水路を斜めに渡る長さ1メートルほどのコンクリート橋が歩行者専用の歩道として残存していたが、水路の改修に伴い2001年に撤去された。 北長沼駅跡にも長沼町により、駅跡を示す標柱が設置されている。道鉄道最大の構造物であった、第二夕張川橋梁は1990年代前半まで残存していたが、現在は、栗山川の橋台部分にわずかにその痕跡を残すだけである。室蘭本線の栗山駅も近代的な複合駅舎に建て替えられたが、 夕張鉄道建設時に余ったレールが近くの小林酒造に売却され、酒蔵、大正像と倉庫の4棟などの骨組みに現在でも使用されている。ユニ川には室蘭本線をまたいだ古戦橋の痕跡が残っている。この古戦橋は国鉄室蘭本線の複線化に伴い1969年に建設したばかりだった。の大気跡にも、 廃車となった貨車が残されている。次立駅舎は事務所として、新二股駅舎は知的障害者通所受散施設としてそれぞれ転用され、堂々札幌夕張線に面して駅舎が残っている。夕張市富野から高松まで、同鉄道に接続した北谷夕張炭鉱、専用鉄道を含む廃線跡は、サイクリング道路として整備されたが、 老朽化や財政難により現在は富の平和感は廃止状態となっている。同鉄道沿線随一の行楽地であった西木沢駅周辺は立ち入る人も少なく、堂々の改良で一部区間が道路に侵食されている。平和駅跡から先はサイクリング道路となっていて、多市町と異なり駅跡や鉄道跡を示す記念碑などは存在しないが、若菜駅跡には、 ホームの痕跡が残っている。鹿の谷の車両区の建物2棟も工芸品工場として再利用されていた。しかし一棟は雪害により屋根が損傷し、2011年11月に除却され、その部材は岩見沢市栗沢町のワイナリーに移築区、再生される予定となっている。夕張市役所横に位置する旧。 夕張市民会館の1階に入居していた終点の夕張本町駅は付近に夕張鉄道の車門がついた電柱が残されている。そこから先へ進んだ専用鉄道跡には高松古戦橋が住み行為産として残されている。古戦橋は北端夕張炭鉱関連施設として登録有形文化財となっている。なお、沿線の夕張市、栗山町、長沼町には 同鉄道で運用された車両が保存されている。ありがとうございます。